フェネルバフチェスポールクリュビーはトルコのイスタンブールを本拠地とする総合スポーツクラブ。ガラタサライ、ベシクタシュと並びトルコサッカー界を代表するチーム。リーグでは創設1年目の優勝など19回を数える。トルコではガラタサライに次いで2番目に人気のあるクラブである。フェネルバフチェはイスタンブールのカドゥキョイ地区に3名のトルコ人によって設立された。 当時トルコでは、時のスルタンであるアブデュルハミトセ世が、トルコ人が、サッカーチームを設立しプレーすることを禁じていたため、この設立は極秘裏になされた。その後の最初のミーティングで、創設者の中からソンギュレンが、最初の会長として選出された。1908年に起こった、青年トルコ人革命により、政変がなされるまで、フェネルバクチェの活動は密かに行われていた。 チームは1909年にイスタンブールのサッカーリーグに加盟し、1912から13シーズンには初めてチャンピオンシップを制した。2006年7月4日、元日本代表監督ジーコの監督就任が発表された。同監督のもとで2007年5月13日、記念すべきクラブ創立100周年目27回目のリーグ優勝を達成。 また、2007から08シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、トルコのクラブ史上2度目の準々決勝進出を果たした。しかし、国内リーグでは2位に終わり、ジーコ監督は、クラブと、次シーズンについての意見が合わず退任することとなった。兄で、コーチでもあった、エドのインタビューによると、アジズ会長の現場への介入に関する対立が、主原因であったという。 後任に、ルイス・アラゴネスを招聘した2008から09、シーズンは、トルコ代表キャプテンのエムレ・ベロゾーリアスペイン代表、ダニエル・クイサを獲得。王座奪還を期待されたが、もともと多数を占めていた、ブラジル人選手とアラゴネスが獲得した、スペイン人選手が、最後まで馴染まず、チャンピオンズリーグは一勝もできず敗退、リーグ戦でも4位という結果に終わった。2009から10シーズンは、 2003から04、2004から05シーズンの連覇を達成したクリストフ・ダウムが再任。勝てば優勝という条件だった最終節のトラブゾン・スポル戦に引き分けまたもリーグ制覇を逃す。カップ戦こそ優勝したものの、この年限りでダウムはチームを離れることとなった。2010から11シーズン、チームの歴代最多得点記録保持者でもあるアイクと、 コジャマンが監督に就任。セネガル代表ママドゥニヤングやスロバキア代表ミロスラフストフなど攻撃的な選手を数多く加え、攻撃サッカーを標榜すると勝ち点でトラブゾンスポルに並ばれるも得失点差で上回り優勝を果たした。しかし、このシーズンにおいて八王朝疑惑が浮上。国内リーグにおいては証拠不十分として降格などの厳罰は免れたが、 事態を重く見た UEFA から欧州大会への出場権を剥奪されるなどの処分が下った。2011から12シーズンは前年の八王朝疑惑の影響で選手補強が進まず、特に開幕前に獲得したエマヌエル・エメニケを公式戦に出場することなく放出するといった事態が生じた。なおエメニケは2013から14シーズンに再び獲得され、 フェネル・バフチェに復帰している。2012から13シーズンは、ラウル・メーレレス、ミロシ・クラシッチ、メフメト・トパル、ディルク・カイトラを獲得するも、シーズン前に、副キャプテンのエムレがアトレティコ・マドリードに移籍。さらにはキャプテンであり、長年にわたって、チームを支えてきたアレックスが開幕直後の2012年10月1日に、契約解除により退団。このように、 チームの象徴とも言えるアレックスの対談をめぐるトラブルもありチームは序盤戦低迷し4位で折り返す。冬の遺跡史上でエムレオ、アトレティコからデトツイグラーをユベントス FC から呼び戻し、さらにはピエール・ウェボも獲得。すると徐々にチーム状態は上向き2位でシーズンを終えた。2013から14シーズンはエルスン・ヤナルが新監督に就任。 ミハルカドレツ、ブルーのアルベス、エマヌエル・エメ・ニケといったビッグネームを次々と獲得する。開幕戦こそ今夜スポールに敗れるも2節から14試合無敗を達成するなど好調を維持、5節から1度も首位を明け渡すことなくシーズンを終え、2011から12シーズン以来の優勝を達成した。2014から15シーズンはジエゴラを獲得した。 2015年4月4日、アウェーで行われたジャイクルリゼスポル戦後にチームバスが、銃撃に遭い、運転手が重傷を負った。2015から16シーズンは、ロビンファン・ペルシアナに、ラザル、マルコビッチ、シモン・ケアーラ大物を、次々と獲得。2016から17シーズンは、グレゴリー・ファン・デル・ビールやマルティン・シュクルテル、ロマン・ノイシュテッターを完全移籍で獲得し、イエレマイン・レンスや、 ムサソオレクサンドル・カラバイフ・オレンタルで獲得した一方で、ナニ、ブルーのアウベス、ジエゴ、ラウルメーレレスらが対談した。ヨーロッパリーグでは、マンチェスター・ユナイテッドやフェーノールトを抑え、グループリーグを1位通過するものの、ベスト32で、FC クラスのダールに敗れた。2017から18シーズン。夏の遺跡史上において、モロッコ代表 MF ナビリディラル。 フランス代表 MF、マッティーバルブエナ、チリ代表 DF、マウリシオ・イスラ、カメルーン代表 GK、イドリス・カメニ、スペイン代表 FW ・ロベルト・ソルダード、ブラジル代表 MF、ジュリアーノを獲得した一方で、エメニケ、ストフ、ケアといった主力を放出した。1907年に設立された際、フェネル・バフチェは多くの選手を抱えていた。その中で最も長く、 チームに在籍したのがガリップ・クラクシゾールである。彼は17年にわたりチームに在籍し1924年に引退するまでに216試合に出場した。ゼキリザ・スポレルはフェネル・バフチェの初めてのユース出身の選手である。18年にわたる在籍期間で352試合で470得点という記録を残した。ゼキは トルコ代表としても16試合に出場し、15得点を記録している。近年において有名なのは、ブラジル生まれのメフメトアウレリオで2006年にトルコ国籍を取得し、トルコ代表に選出された初めての選手となった。もう一人のブラジル生まれの選手であるウェデルソンもトルコ国籍を持っていた。元ブラジル代表アレックスは外国籍の選手として、 フェネルバフチェでの最多得点記録を保持している。フェネルバフチェ、ガラタサライ、ベシクタシュのイスタンブールの3チームはビッグ3と呼ばれ100年を超えるライバル関係がある。特にフェネルバフチェとガラタサライのダービーはトルコダービーと呼ばれトルコにおいて最も重要なダービーとなっている。そのライバル関係は時にサポーターの危険な行動をも引き起こしている。特に発煙筒。 また、巨大なポスターを用いた応援は、アウェイチームに大きなプレッシャーを与えており、ファンの間では、ウェルカミングゼムツーヘルと呼ばれている。フェネルバフチェのホームスタジアムは設立された1908年から、変わらず、イスタンブールのカドキョイ地区のシュクル・サラジオールである。1999年から2006年にかけて、改築が行われ、5万509人を収容するスタジアムとなった。 2005年にはクラブのミュージアムも同スタジアム内に作られた。スタジアムが建設される前、この地のグラウンドはペイポスンサイヤーと呼ばれていた。しかしこのスタジアムはイスタンブールのサッカーリーグが行われる最初のスタジアムとなった。1908年、各地のチームが常設のサッカースタジアムを求めるようになり、この土地はアブデュルハミト二世によって貸し出されることとなり、 その名も最も寄付金を支払ったチーム命にちなんで、ユニオンクラブフィールドと改められた。ユニオンクラブフィールドは、当時の持ち主である、ユニオンクラブをはじめ、フェネル・バフチェ、ガラタ・サライ、ベシクタシュなど多くのクラブによって使用された。しかし、1922年にタクシム・スタージアムが作られると、ユニオンクラブフィールドは、その重要性を失った。 スタジアムの所有者であったイッティハツ・スポールは、シュクル・サラジオールがメンバーに名を連ねていた、当時の政府によって、スタジアム売却を強いられる。こうしてスタジアムは、市の所有物となったものの、その後すぐに、フェネル・バクチェに貸し出されることとなった。1933年5月27日、シュクル・サラジオールが、フェネル・バクチェの会長を務めていた際に、クラブは政府からスタジアムを購入した。 スタジアム名はフェネルバフチェ・スタジアムと解消され、シュクル・サラジオールの助けがあったものの、フェネルバフチェはスタジアムを所有するトルコで最初のチームとなった。その後、フェネルバフチェはスタジアムの改修を行い、規模を拡大させる。1949年には2万5千人を収容するトルコ最大のスタジアムとなる。1998年にはフェネルバフチェの会長でもあり、 トルコの第6代首相でもあるシュクル・サラジオールにちなんでフェネルバフチェ・シュクル・サラジオール・スタジアムと解消した。シュクル・サラジオール・スタジアム2010から11シーズンに国内において八オチを行った疑惑が浮上し UEFA 規律委員会による調査の後2013年6月25日2012から13シーズンの成績によって参加資格を得ていた。 UEFA チャンピオンズリーグ2013から14予選への出場権剥奪及び同シーズンを含む今後3シーズンの UEFA 主催大会への参加禁止が通達された。ただし3シーズン目の処分には5年間の執行猶予がついており猶予期間に同様の問題が起きなければ処分の適用は2シーズンとなる。北京35イスラ4のイシュテッター33 シュクルテル37カルドゥムサントパルゴジャイブソン32ディラル17エルマス99バルブエナ28ソルダード 9? ありがとうございます。